そうですね。この1500年代半ばっていうのは非常に面白いところですよね。その世の中がどんどん変わっていって、その、ね、キリスト教から科学へみたいな感じで転換点で、この弾道っていうのが非常に面白いですよね。だから、その数学の人たちっていうのが、その、なんていうか、その数学だけを計算しているわけじゃなくて、やっぱりその世の中の興味が、その弾道とか物の運動っていうのを、なんとなくでも理解しようっていうところで、その関数なんか二次関数とか三次関数っていうのがどんどんできてきたと思うんですよね。で、なんかこのタルタリアさんとか他の人が、例えば計算によって、この辺で打ったらこの辺に届くだろうっていうのを計算してみて、打ってみて、ちょっとずれたとか、こっちずれたとか、あっちずれたみたいな感じで、どういうふうなものの運動をしてるんだろうかっていうふうに模索している時じゃないかなっていうふうに思うんですけれども、この1500年代っていうのがちょうどその弾道っていうのに非常にみんな興味を持ち始めた頃なんですよね。なんですか。それは、今までの大砲の弾と、この1500年代半ばからの大砲の弾とは、ちょっと違うものを使ってたんですよ。ちょっと黒板使ってもいいですか？大丈夫？もちろん。わ、超こ贅れ、沢。火薬っていうものそのものが、だいたい700年から800年ぐらいの中国で生まれました。ね。みんながよく知ってる、唐の時代です。唐の時代でね。その硫黄と硝石っていうのと、あと、その木炭ですね。炭を混ぜて火をつけると、ボッて燃えるぜ、みたいな、そういうことをやり始めたわけですね。そして、これが1100年から、まあ、1000年から1100年ぐらいかな。これも中国です。1000から、1100ぐらいの中国の、宋っていう時代ね。中学校の時とか習ったかもしれない。宋、日宋貿易とかの宋の時代は、どういうふうにしたかっていうと、手持ち花火のような感じで、ブシューって火を出して、その火薬で人をやっつけてたっていう、火薬から火砲になるんです。で、皆さんよく知ってるのは、1200年代の半ばから中国の元っていう国が鉄ハウってわかります？鉄ハウ。鉄ハウって、わかんないです。そうです。これが日本の鉄砲の語源になるんですけれども、手榴弾のように火薬をこう、その鉄の玉に詰めたりとか、陶器の玉に詰めて投げつけると。モンゴルが日本に攻めてきましたよね。その時に使って大いに驚かせた武器が、日本軍を大いに驚かせた武器が、鉄ハウなんです。で、ここからモンゴル帝国が世界を支配して、イスラム世界にこの火薬が流れ込んできます。これが1300年から1400年代ぐらい。で、イスラム世界がオスマン帝国がウィーンに攻めて、まあ、イスラム世界の中で強かったオスマン帝国がヨーロッパに攻撃を仕掛けてくるっていうのが、だいたい1400年代、1450年代ぐらいからかな。で、ごちゃっとしてきたんですけれども、ここまでの大砲の弾っていうのは、オスマン帝国が使っている大砲の弾っていうのは、石とか鉄の弾をそのままドーンってやって、敵にボーンってぶつけるんです。だから丸い弾をボーンって打って、ボーンってぶつけるだけなんですよ。そうすると、当たった人はそりゃ怪我をするけれども、その当たったところだけが壊れていったり、当たったところだけがダメージを食うわけですね。ところが、この1450年代にヨーロッパに大砲が伝わって、ヨーロッパで戦争がわーってやると、大砲がどんどん改良されて、
ようやくこの、さっきの人誰だっけ、タルタリアさん、タルタリア、うん、タルタリアさんぐらいの時に流弾っていう1550年ぐらいに大砲の中に、大砲の弾の中に火薬を入れて、うん、弾自体をバーンって炸裂させて広い範囲の敵を攻撃しようって言うんです。花火みたいな感じ。そうですね、なんかこう、そうです、そうです、花火みたいにヒューって撃った後にバーンって開く感じ。空中でバーンって開くんですね。空中でバーンと開くんです。なので撃った時は1個の弾なんだけれども、相手の敵の軍隊の頭上で、頭上でちょうどバーンって花火が開いて、その大砲の弾の中の火薬が炸裂して広い範囲にその大砲の破片を降らせて、山のような人を、まあ、ね、縁起悪いけど殺すような武器が誕生したわけですよ。なのでその地面についてから炸裂してもそんなに効果はないんですよ。寸止めしないと、敵のちょうど10メートルとか20メートルぐらい上でちょうどバンって開くようにしないと、その攻撃の効果が、まあ、発揮できないっていうことなんですよね。なのでこの時にその弾道学が、まあ、発展したりとか、タルタリアさんがその弾道学の父と言われるようになるとか、そういうような話っていうのはなんか納得できるんですよね。なんとかかんとか計算してうまい具合に、敵の頭上で弾を炸裂させたいと、そういうところが気持ちがその弾道学の発展を生んだんじゃないかなというふうに思います。で、これがだんだん発展していって、フランス革命の頃からナポレオンぐらいですね、じわじわと発展していって、1800年代ぐらい、1800年ちょうどぐらいになると、もう計算でちゃんと、火薬量を調整して、で、この頃も、この頃もちゃんとその、弾を打ち出す火薬の他にちゃんと弾にも導火線がついてて、0.5 秒ずつぐらい長さで刻んでいって、ちょんって切り取って火をつけてたんですけれども、ナポレオンのぐらいになると、ちょうどナポレオンの時代ぐらいはもうその火薬量を調整してジャストで、やるようになるわけですね。で、当時そのなんでやっぱり計算したいかっていう欲が出たかっていうと、やっぱりその一発撃つのが結構この時代はまだまだ長くって、1分とか2分とかかかってたわけですね。そうすると一発外すとみんな敵は散らばっちゃって、だからもうちょうどもうドンピシャで当てたいっていう気持ちがやっぱりあるわけですよね。それがその弾道学を発展させたわけですね。で、ナポレオンも、この1800年代を考えると、あの有名なナポレオン・ボナパルトも、学校では数学を収めた人ですよね、うん、学校で数学を収めて、そのまま公平さに入ってますね。だから数学と大砲っていうのは、その先ほどおっしゃってたように密接に関係があるんだなっていうことを感じました。まあ、こういうのがね、火薬の歴史や大砲の歴史につながっているっていうことです。